キャメルニュースキャラバン、またはキャメルキャラバン・オブ・ニュースは九百四十九年二月十四日から九百五十六年十月二十六日までアメリカ NBC ニュースによって平日に放映された十五分間のテレビニュース番組。r k レイノルズが製造する紙巻きタバコ、キャメルがスポンサーであり、ジョン・キャメロン・スウェイージがアンカーを務めたこの番組はニュース映画を ただ放映するのではなく NBC が撮影したニュース記事を使用した最初の全米向けニュース番組だった。現在放送されている NBC ナイトリーニュースの起源となる番組でもある。1948年2月16日に NBC によって NBC テレビジョンニュースリールとして開始され、後にキャメルニュースリールシアターとして開始され、 フォックスムービーとニュースのニュース映画を特集した10分間の番組として始まった。ジョン・キャメロン・スウェージはシリーズのナレーションを提供した。キャメルニュース・キャラバンはカメラにスウェージを備えているキャメルニュース・シアター特徴の拡張バージョンだった。キャメル・キャラバン・オブ・ニュースとしても知られていた。1954年2月16日には1 6ト、mm、ルの カラーフィルムを使用したカラー放送の最初のニュース番組となった。1955年初頭、RJ レイノルズは番組の提供日を週3日に削減。提供枠が空いた週2日は、クライスラーの自動車、ブランド、プリムスがスポンサーとなり、そして各日の番組名は、プリムスニュースキャラバンと名付けられた。この番組は、デイビッド・ブリンクリーという当時若い。 ワシントン特派員を特集し、ライバルの CBS、ダグラス・エドワーズ・ウィズ・ザ・ニュースと競った。より多くのリソースで、ニュースキャラバンは1955年まで CBS よりも多くの聴衆を引きつけた。キャメルニュースキャラバンは1956年10月29日にハントリー・ブリンクリー・リポートに置き換えられた。当時の大統領であるドワイト・ディ・アイゼンハワーは、 NBC のホワイトハウス特派員に大統領が番組変更に不満を持っているという旨を伝えた。後に、スウェイジは1961年の終わりから1962年の初めまで ABC ニュースの夕方ニュース番組の3人のアンカーの一人となったが、タイメックス時計のコマーシャルに出演したことでよく知られていた。ありがとうございます。